佐賀神社の流しびな流しびなに使われる人形流しびなは、ひな祭りのもとになったと言われる行事。ひな流しとも言われる。払い人形と同様に身の汚れを水に流して清める意味の民族行事として、現在も各地で行われている。源氏物語の妻の巻に出てくるほどに歴史は古い。光源氏がお払いをした人形を船に乗せ、妻の海に流したという著述がある。 すっかり様変わりした、現代のひな祭りだが、今でも昔ながらにひな流しを行う地域もある。流しびなの里として知らされる、鳥取市持ヶ瀬町が代表的である。西、角井症協編、年中行事時点 P562、鳥取県持ヶ瀬町流しびなの館。2016年4月16日へ閲覧。吉野川流しびな、奈良県公式ホームページ。 2016年4月16日へ閲覧。辰野市第20回辰野日の流し。2012年3月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年4月16日へ閲覧。人形の街岩月流しびな。2012年1月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年4月16日へ閲覧。家電、博文。 isbn－ 九百七十八から四から七七五九八六三一八億九十一億八百三十一万四千六百九十九 http コロンスラッシュスラッシュ wordcatorg スラッシュ oclc スラッシュ一一零八三一四六九九ありがとうございます。